皆さんからはまだまだ やれるよ、やってくれよという声をたくさん聞こえます。しかし自分の中で輝いている時期に引退したいと前々から決めていたので、今シーズンユニフォームを脱ぐことを決意しました。2005年、エスパルスはもがいていた。勝てない日々が続き、開幕から下位に低迷、リーグ終盤には残留争いに巻き込まれてしまう。32節この試合を落とせば入れ替え戦の危機となるヴィッセル戦。エスパルスはロスタイムにマルキーニョスが起死回生の勝ち越しゴールを決める。沢登りの左足から放たれた強烈なシュートがマルキーニョスのゴールを演出。エスパルスは J1 残留を決定的にした。その翌日、沢登りは引退を表明した。降格になっていたらやってますよ。上げて終わってますよ。それが1年で上がるかどうかわからないですし、2年3年かかるかもしれなかったですし、上がるまでは続けてましたね。その責任はありましたから。